はい、皆さんこんにちは、山内です。今回は今僕広島の方に試合で来てて、まあ、ちょっと今その試合の前日なんですけど、まあ、今回遠征ってことで、まあ、試合の時にどんな荷物とかなのかなっていう、まあ、バッグの中身を今日は皆さんにお見せしていきたいと思います。ね、まあ、ちょっと興味ある方とない方は分かれるかもしれないですけどね、まあ、ちょっと試合の時にこんなもの持っていってるよっていうのをぜひ皆さんご覧いただければと思いますんで、お願いします。はい、じゃあまずは大きい方、はい、ラケットバッグ開けていきましょう。まずは、はい、当たり前ですけど試合に来てるんでラケット、はい、準備してます。今グリップはまだ試合前なんでこれから巻きます。で、まあ切れた時用に、はい、カット。ちょっとまだ今ロールが買ってないんでパッケージのものです。で、あとはそうですね、グリップと、まあ、ちょっとハサミとか入れるポーチです。で、あとは試合の時のウェアで結構な数持ってきてます。これとか、まあ、ウェアに関しては、まあ、今僕が着てるこうやって着てるこのムーブっていうメーカーを使わせていただいてます。よいしょ。で、まあ、袋にいろいろまとめてるんですけど、まあ、靴下とか、まあ、そういう小物も入ってます。よいしょかな。で、あとは、はい、まあ、タオル系も大きいのと、まあ、試合とかでも使うちょっとちっちゃいのとかをいろいろ持ってきてます。あとは結構これが量多いんですけど、大量にリストバンド持ってきてます。これも同じムーブので、このメーカー結構いいのが、こうやっていろんな柄を作ってもらったんですよね。ちょっとこれも結構オリジナルで作っていただけるんで気に入ってます。で、あとアップするとき用に、はい、チューブとかそういう小道具、まあ、とそういう用具系の袋に入れてます。で、あとはそう、なんか今はまだ今撮ってるのが8月末で暑いんで、こういうタブレット系とか、あとはなんかちょっと小腹空いちゃったなって時に着るそういう食べ物系とかを、はい、一応常備してます。ちょっと今回は遠征なんでいつもより多めですね。ちょっと近場の試合とかでちゃんと家帰れるならもうちょっと身軽になってます。あとはまあ、スポーツドリンク系とか、あとはこれですね、靴紐。やっぱ靴紐万が一、まあ今のところないですけど切れちゃった時とか本当怖いですからね、一応常備はしてます。で、そんな感じかな、ざっくりと。あとは、はい、財布とかちょこっと入れてるぐらいです。こんなもんですかね、大きなバッグは。次行きましょう。はい、じゃあ次はこのちっちゃいバッグ開けていきましょう。まあ、正直遠征の時とかはこれ持ってくんですけど、近場だったら多分さっきのラケットバッグだけで行っちゃうパターンの方が多いです。これはまあ泊まりだとどうしても荷物大きくなっちゃうんで、はい、
これはジャグ、ね、やっぱり夏場だとすぐ飲み物がぬるくなっちゃうんで、ね、やっぱり氷とかである程度冷やさないと体に良くないんで。で、あとはまあこれあれですね、充電器とかそういうコード系と、あとは帽子ですね。帽子一応2つ持ってきてます。さっきのムーブとヘッドのと、あとはよいしょ、シューズ大事ですね。アディダスのシューズ、あとは一応なんか編集とかするときにも使えるように iPad を一応持ってきてます。あとはまあなんか一応帰るとき用のなんか私服とかと、あとはあとそうですね、ボール、まあ、試合に出るとき、まあ、用意はしてくれてるんですけど、なんかアップのボールがなかったりとか、試合によってちょっとボール用意してくれてる試合もあればしてないところもあるんで、今回一応万が一のために新しいやつ、今回試合がフォートなんでフォートを2巻だけ持ってきてます。あとはなんか着替えとか入れた、着たやつとか入れた袋とか入れてるぐらいで、ちっちゃいバッグはこんな感じですね。一応容量が、ラケットバッグもそんな大きくないんで、一応バッグは2つ持ってきてます。はい、ということで、まあ、ざっくりとバッグの中身は以上になります、ね。まあ、日用品とか歯ブラシとかそういう系はまた別で置いてるんですけど、まあ、大体の中身こんな感じかなって思います、ね。そんな特別なものは入れてないですし、はい、ね。なんかもしこういうものを持ってきた方がいいよとかあれば言っていただければと思います、ね。まあ、講師たちもいろいろ試合も出たりもすると思うんで、ね、なんか試合の時どんな用意した方がいいかなっていうのがあれば、まあ、講師たちにも聞いていただければと思います、ね。はい、ちょっと明日試合でもう眠いんでそろそろ寝ます。またちょっと試合の様子とかも流せたら、はい、配信できたらなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで本日の動画以上になります。ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。寝る。